ピンポンチャイム、大丈夫です。ということでね、今日もやっていくんですけどね、今日はね、まあ、引っ張っちゃうよということで、トリトンロイやっていきたいと思います。ということで、いきます。ポチン。はい、ということで、ね、昨日のね、サムネがね、好評だったんですよ、結構。で、昨日のサムネどんなのって人はね、じゃあもう、昨日のちょっと今見てもらえればね、わかると思うんですけど、昨日のサムネがね、結構好評だったので、また同じ人にね、作ってもらって、今日も、ちょっとふざけ気味のサムネできました。ありがとうございます。ということでですね、ちょっとね、沼からね、若干復帰しました。若干ね。7000って今日はとりあえずやめとこうって昨日寝たんですけど、若干復帰しました。はい。ってことで、トリトン出していき、ギャングということは、まあ、迫撃か、まあでも、大体日本人の人がギャングってことは枯渇って、まあ相場決まっているので、まあとりあえず枯渇として動いていけたらなと思います。違いますね。はい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 。ウッドでしょ？ウッドってことはね、つまりはね、そういうことなんですよね。はい。スパーキー。ガゴスパーキー。ガゴスパーキー。ウッドでしょ？ウッドガゴスパーキーとか俺知らないんだよな、そんなデッキ。ってことは、あれですね。なるほど。やだ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 。やめろやめろやめろ。やめろってマジで。頼む頼む。ああ、もう終わった。ガゴムレマジで。次からはでもライトニング打ってしまったんだよな。ねガゴムレを後から出されるので、スパーキーに対してもうベビドラ合わせられないんですよね。でも同サイドね、どうしていくのって。もどうしなんですけど、辛いね、さすがに。で、これには、メガゴ合わせていって、で、ガゴムレでしばきに多分、ジャイガゴムレってくるんですよ、また。そう、なんで、メガゴを出していき、はい。鬼の低めでね。で、また、ジャイガゴムレが来るので、よいしょ。で、今、まあ、ガゴですね。今、まあ、こうしていき、はい。まあ、これで受けちゃう。もう、しゃあない。レイジ状態入っちゃってるからね、あいつは。で、これ、竹取ってからガゴムレが来るので、オーブンをここで炊いてあげます。そうすると、はいはいはい、ウッドですね。咲かせることができると。いう感じで、これ頼むから、オーブンいい感じに、オーブンいい感じに巻いてくれ。よいしょ。オッケー。で、まあ、ウッドで回していく。ギャングがあるんですけどね。まあ、ウッドで回しちゃおうかなっていう感じですね。あー、やばい。これやばいな、ちょっと。なので、次の、まあ、こんな感じですね。よいしょ。ちょっと、頼む。いい感じに頼む。いけ頼む。これ、ガゴしかいないから、なんかで、ね、ジャイで竹取ってとかだよね。そうだよね。はい。やばい。ちょっとやばい。やめろお前、レイジだけはやめろってマジで。本当に。あなんちょっと、マジで。たぶん、引っ張る。やばいよ、俺。また負けたわ、マジで。なにガゴムレレイジって。ここでやることそれ。まあ、落ち着きましょうか。とりあえず、いや、俺今日はもう負け動画にしないって決めてたんで、誓ってるんでね。まあ一枚一枚、手札把握を、やっぱプロとして、していきたいなと思います。まあ、とりあえずね、アイゴレを見て、クロスボウですね。まあとりあえずね、手始めにライトニング打って、ウッターで、はい。で、クロスボウ相手にはね、アイゴレを切った瞬間に、端前の、アイゴレしかね、ベビドラ受けれるカードがないので、端前のね、ベビドラロイジャーが非常に有効なんですよ。だから、次にアイゴレを切ったタイミングで、
ここら辺ですね。まあアーチャーが先行しちゃっているので、でもこれはさすがに受けないといけないので、メガゴですね。ここはシャアなしで、まあ仕方ないからメガゴで許してやりましょうか皆さん。はいって感じで、まあ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 、一発入ってくれお願いだから、たまたま OK みたいな感じで、まあね、相手はそれにね多分まだ気づいてないので、なのでもう一度ロイジャイ次か、全然ちげえな、この辺でまあロイジャイをね回して、うれっ、オッケー、きたー、回ってるよ、待ってる待ってる。でこれアイゴレを切ったばっかりなので、この辺のね4襟ベビダラたちがね非常にうざいんですよ。ここは多分テスラで受けてくるんで、そうなるとアーチャーを回さなきゃいけないってなると、アイゴレがね回んないんですよね。はい、てな感じでこうやってベビドラがぶっ刺さると、でベビドラに気を取られてるうちに、はい、って感じなんですよね。で次に、来たら、まあ、スケセパをし、まあ、回し、とりあえずね真ん中高めに、まあ、これウッドライトでいいですね。一旦ステイ、一旦ステイキジョーンズでございます。とりあえずこれで、アイゴレをね、切った瞬間にもう行きます、俺は。全然切らねえな。全然切らない。大事って知ってる人だったわ。あ、来た。あ、はい、ダメだ。よいしょ。あ、でも、クロス、これクロスぐらいしかね、受けがいないはずなんですよね。はい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はいはいはい。いいよいいよ。いいね、いいね。歩くなて！なんで歩くの？で、まあ、とりあえず、こんな感じでね、やっていき。よいしょ。で、まあ、アイゴレがね、そろそろ来ると思うので、引っ張って、ハンティングしていき。よいしょ。いいよ！いい！いい！いい！来た！めちゃくちゃいい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 ！はい、アイゴレ切った。アイゴレを切った。切りましたねと。はい。はい、切った、アイゴレ。これ、あれ、1マス下がってんな、あれ。よいしょ。アーチャーがね、この頃、この辺に、まあ、来るでしょうと。スケ、スケ ISP。もう一発、もう一発。センキューメン！オッケー！お礼も言っときましょう、ちゃんと。日本人なんでね。お礼は大事です。よいしょ。どんどんいきますよ。OKOK。今日は勝ち動画になれそう。さすがに。さすがにね。まあ、やっぱ、俺ってば、結構ね、やっぱ、グロイチ付近まで行った男っていうことでもう流し入れているので、さすがにね、これでつまずくようなね、超サイヤ人。これ予想していいですか？ゴレ。俺ね、ちなみに当たったことないけど、超サイヤ人って名前の人はね、大体ゴレっていう俺の中で決まってます。ほら来た、来るぞ来るぞ、これは来るぞ。ちょっと待って待って、マジこれ、マジこれじゃん。ちょっと待って、俺めっちゃ適当に言ったんだけど、超興奮しちゃったわ。めっちゃ適当に言ったのに、めっちゃ適当に言ったけど、俺大丈夫、合ってる合ってるよね、さすがにこれだよね。これでこれじゃなかったらね、一番面白いけどね、正直正直これでゴレじゃない方が面白いけど。よいしょ。まあ今のね、ゴレにはスキャミが入ってたりするんでね。はいはいはい。いいですね。オッケーオッケー。空マウント取っていきたいな、ここで。はい。で、これからは多分相手が、俺がオーブンを出すので、相手がまたケツゴレか、もしくは、まあ、ケツダクネから、開始するのかなって感じで、早めにオーブンを置いてあげます。そうするとね、ケツゴレされてもオーブンがいつもよりね数発分、10コスだったら今オーブン出てるんで1発分しか当たんないけど、多分もう1発分当たるはず。当たんなかったら意味ないです。このオーブンは先に出して早く壊れるようになっただけっていうね、無意味オーブンになります。まあ、こいつだけ逆引っ張っちゃえばいいんでね、正直。それであとの防衛のやつらは、おー、ちょっと考えてる考えてる、やばい、それは良くない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 。ああ、それはダメー、
それダメ。だーやべー、それはやられた。さすがに1本取られた。それは1本取られた。ロイジャーいっちゃう。さすがに守れないでしょ、これは。これ、勝てる？あ、勝てるなら、勝てるなら行ってもよかったけどな、これ。これ、オーブン2個立てたいんだよな、正直。正直言っちゃうとね。まあ、とりあえず、メガゴ立てていき、もうライトだと思うんでね、さすがに。もう、ダクネ後ろがね、バチクソだるいんですよね。分かってやがる。分かってやがるが、そろそろ、防衛ライトの時間ですね。よいしょ。うわー、それはダメ！やばい、これ、真ん中。真ん中ランバー来る。あ、そっちか。ならまだ許す。うまくね、今の範囲攻撃。えげちいんだけど、俺、今の。やべ、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 あ、終わった。キングいっていいですか。平石にしようかな。なんで負けんのねえ。やばい、ライト回った。ここに平石にします。ここに、あえてここに来ると。ふぅ。まあ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 。なしですね。今、脳幹で。今、脳幹でいきます。この人はね、まあ、英語なんで。細かい気をね、使ってきそうな顔をしているので、先のオーブン立ててあげるという感じで、しかも、有能系一枚もねえやんけ。あー、しかも無敵だったし。あー、マジで腹立つー。これやばい、マジでズが来たらマジブチ切れる。危ない危ない。まあでも、ユーノもアイゴレも使ったんで、ってことは、ラムジンギですね。ちょっと待って、でもこれさ、絶対微妙なんだよな。あのさ、あのね、気づいてるんですよ、俺だって。ラムがね、フル状態だったらキング起動できるんですけど、メガゴが数発殴っちゃってるんで、もう、これ来る、こっちに。まあ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 、落ち着きましょう。あれね、雪玉しかないんでね、序盤はロイ出さないです。で、こういうね、言うのも、ウッドとかで、処理してあげて、なあさ、その無敵タイムで当たんないのやめようぜ、マジで。はい。で、これでね、オーブンをもう一枚切ったオーブンを2個立てる。オーブンを2個立ててからのロイジャイ展開ですね。これが、ランマ、ラムジンギに対してのね、されたら嫌なことということで。まあ、ケツイングとかね、しびれを切らして、してくることじゃないんですかって感じなんで、ケツロイ。でででーん！あ、まだ1分なんで、全然。やばいやばいやばい。おじょ？おじょ？オッケーいいよ。はいはい。はいはい。でも俺はまだね、ここで攻撃しないんですよ。ここはライトニングとかね、打たない。なぜなら打ったら死ぬから。俺は分かってるんです。神器使いなんでね。はい。で、こういうところで、ちゃんと、よいしょ。まあ、ここで読み雪玉打ってきたらうまかったけどね。よいしょ。はい。おいでと。よいしょ。で、まあ、ここもね、結構過剰気味に守ってくれているので、で、こういうところで、ライトニング打っていきます。はい。そうすると、タワーダメージと、相手はね、インドラもう残るもんだと思ってたんで。で、はい。やべ。突進する？さすがに。オッケー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 。はい。よし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 。オッケーオッケー。一発は入る。一発は入る。一発は頼むから入る。よいしょー！センキューメン！ありがとう！あぶねー！はい、ということでね、今日はね、だいぶ勝ち越したんじゃないですかね。今日の動画は。結構勝ち越したと思うんでね。
視聴者のね、皆さんもね、見応えがあったかと思われます。ということで、このトリトンロイ、めちゃくちゃ強いのでね、使ってみてください。はい、ということでね、多分この動画リーグ中に出ちゃうと思うんですけど、まあ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 、休憩にでも見てやってください。はい、ということで今日は終わります。またね、毎日投稿やっているので、ね、もしよければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日は終わります。バーバーイ。 Thank you.